ニコラス・ポールト・ロピアーノは、アメリカ合衆国ニューヨーク州サフォーク軍、ウェスト・アイズリップ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。トリプル A 級オクラホマ・シティレット・ホークス時代2011年の MLB ドラフト5巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A マイナス・キュートリシティバレーキャッツで、プロデビュー。 12試合に先発登板して3勝2敗、防御率2.36、63奪三振を記録した。2012年は A 級レキシントンレジェンズと A 級ランカスタージェットホークスでプレイし、2球団合計で27試合に登板して12勝7敗、防御率3.02、166奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、 メサソーラーソックスに所属した。2013年は A 級コーパスクリスティフックスでプレーし、28試合に登板して7勝10敗後セーブ、防御率4.11、130奪三振を記録した。2014年、マイナーではトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスでプレーし、23試合に登板して9勝5敗、防御率3.03。 120脱三振を記録した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、10日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは4試合に先発登板して1勝を3敗、防御率4.57、13脱三振を記録した。2014年11月5日にハンク・コンガーとのトレードでカルロス・ペレスと共にロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。 2015年は8試合に登板して3勝2敗、防御率3.82、38奪三振を記録した。2016年は13試合に先発登板して3勝2敗、防御率3.56、68奪三振を記録したが、8月にトミー・ジョン手術を受けて2017年シーズンは全球になる見込みと報道された。2017年は当初の予定通り、 前日の手術のリハビリで全休した。2018年4月12日、2年ぶりのメジャー復帰戦となったカンザスシティロイヤルズ戦では6.2回を無失点に抑えて勝利投手となった。2019年レギュラーシーズン終了後の10月28日にマイナー契約で参加のトリプル a 級ソルトレイクビーズへ配属され、同日中に FA となった。 2020年1月8日にニューヨークヤンキースとマイナー契約で合意したと報じられ、2月3日に正式公示された。8月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月8日にディーフとなった。その後、8月11日にウェーバー工事を経てピッツバーグパイレーツへ移籍した。この年は7試合に登板して1勝0敗。 防御率1.15、19奪三振を記録した。2020年10月30日に、ウェーバー工事を経て、ニューヨークメッツへ移籍したが、12月2日にノンテンダー、FA となった。その後、2021年2月16日に、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。シーズン開幕後、5月21日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 6月4日にディーフとなった。2021年6月11日にウェーバー工事を経てメッツへ移籍した。フライ系投手で1発病の傾向はあるが、スライダーを武器に三振ダッシュ能力は高い。ありがとうございます。